おはようございます。ウェザーニュースの鈴木里奈です。今日12月3日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日は広いエリアで日差しが届き、お出かけを楽しむことができそうです。それではアイコンで確認していきましょう。今日の全国の天気です。北海道や東北の北部では雨や雪が降り、雨具が必要です。日本海側では一時的な強まりや落雷、突風にお気をつけください。東北の南部から九州にかけては広く日差しが届き、お出かけ日和です。朝晩は冷え込んでも、昼間はポカポカと日差しのぬくもりを感じられそうです。調節のしやすい服装でお出かけください。ただ九州の南部ではうっすらと日差しが届いても雲が優勢の空、にわか雨の心配もあるので雨具がお守りです。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。